こんにちは、柏一の今日のインテリエンスを出していただきます、まあ、今日はちょっと歴史の話をしようと思うんですよね。えー、っとまあ,あのこれまでねよくあお話してきたんですけどここの本ねこの「えー、ヒのハンドね」ねあのあれリチャード・オルドチ先生のねこの本があるんですけどこの本内はどういう内容かって話をちょっと今回改めて序論のとこをねちょっと紹介しようと思うんですよ。 あというのはねやっぱりあの有料化をするっていう話は全然進んでないですよね <laughs> なぜかというとう本当は僕はこのさっきの、えー、ヒデハンドみたいな話はしたいとでちゃんとこれ実はね、あのー、僕はもうこの本が出てからもう23年ぐらいだったんですけどちょっとずつね本当、あのー、にちょっとずつですあの頑張って翻訳をしてきましたでそれをちょっとこう皆さんにこう翻訳ちょっと聞いていただいてちょっと感想を伺おうかなとこう思っていますでこれ面白いよとこれはどこかに出してもいいよっていうんだったら有料化してやってみようかなと。 こう,こう思ってます。す、まあ、半分以上は翻訳んんでるんでるよね。ただやっぱりこうなんかこんなん聞いてもしゃあないわーっていうんったらもうやめようと思いますしまあそれちょっとね皆さんにちょっとご意見を伺いたいなとそう思ってちょっと今日はやってみようかなとこう思ってます。まあ最初はね序論でね序論での情報しかそのてきってこういうのがありますんでこれをちょっと読みながらね解説していこうかなと思います。じゃあ始めますね。 現在の情報機関の物語は明白な計画を提示している政府が相当の秘密を隠すと同時に、えー、注意深く詰め込まれた過去を提示するんだだから政府がね秘密を維持する一方でなんかどんどん情報も公開もするっ情報を隠しもするし、えー、っと公開もするだから全然ね正体の全体像がなかなか見えないよこういうことなんですね。 で第二次世界大戦後すぐに情報機関に関するくどくどしい話が現れたそれらはしばしば英国の戦時破壊工作機関であった、えーえー、特,殊特殊作戦局ねスペシャル・オペレーションズ・エグゼクティブ SOE ですね、えー、に関するものだったこれはね SOE 話ですごく面白いんですよほんとは読んでてワクワクするっていうんですかいわゆるあのこうジェームズ・ボンドはね「007」00みたいなねああいう面白さがある話なんですよね でも結構ね SOE の話はすすごく楽しいんですよ読んででよ読まあこれは戦争中だからっていうこともありますけどああこれはおもろいなっていう本当にこの007を見て、えー、ワクワクするっていうんですかそういう話なんですよねそういう話だけはすぐガンガン出るわけですよ、ね、うんでまあこれはもはや戦争が終わったのだから秘密活動に関する物語も語ることができたっていうことを暗示していた SOE で働いたもしくはアメリカの姉妹組織であった戦略事務局 OSS ですね オフィス・オブ・スタルディック・サービスで働いた多くの人物が落ち着いて指揮を執筆したのであると,、ね、あるとこれらはミスリーディングであったミスリーディングって言うんですよ実際に現役で葛藤してた人がねなぜならドイツとの戦いの重要な局面のいく,かかい,いくつかは隠されていたからだ終戦から30年を経た1970年代になって初めてウルトラと、えー、ブレッチリー・パークの物語 ドイツのエニグマ暗号機を解読した努力が世界を驚かすことになったのだその後第二次世界大戦の戦略史が大きく書き換えられたその中で最も重要だったのが数字国の意図が丸見えだったということが30年もの間歴史文書から隠されていたということだったのであるとこれは注意深く編成された一匿工作であった、えー、戦争終了以前、えー、英国の情報士官をトップにしてポートランド公爵のいとこであり 合同情報委員会議長、えー、のであったビクター・キャベンディッシュ・ベンティングは過去の管理という問題に目を向けた過去を管理しようこういうことなんですよねで英国の記録は脅威ではなかった多くは、えー、先終戦時に焼却され残ったものも数十年にわたって取とくされたからであるしかし不幸にも1944年の夏にフランスへの侵攻作戦の途上でイタリア・日本・ それにドイツの記録がそれぞれの大使館や総司令部から数十国の退却という混乱の中で流出し始めた。だ日本とかイタリアとかドイツの資料が、ね、出始めたんですね。私が期待,、えー、期待するのは次のようなことだ。これベンティングカットで書いてるんですね、えー。我々に必要になるのは六名ほどの人間を派遣して正しい文書が本印され、監視下に置かれ、適切な機密補助団が取られるようにすることだと。 そ,その後で誰か一人の人間がこの作業を監視し,、えー、しばしば見回りをして適切な機密保持が図られていることを監視し我々の関心事に注意が払わ,れて払われるようにするということだと、えー、研究学生もしくは歴史家が生涯をかけて仕事に取りかかるまでもしくは次の戦争が始まるまでどちらか短い方法での話だとまあね次の戦争ぐらいまでは黙っとかなあかんとこういうことだったんですよね。しかしか 彼の自己満足は長続きしなかった徐々に戦争の最も隠されている様相のいくつかが公の場面に染み出す危険が当局に徐々に理解され始めたからであると。数十国側の資料と連合国側の資料を対しては戦争に最も重要な秘密つまりウルトラン成功とノルマンディー侵攻を隠すために役立った欺瞞工作の驚くべき努力がすぐにでも明らかになる恐れがあったと。 これは本当に隠したたかったんですよねノルバンで異常力作戦が何成功したのかってことで、ね、それが何とはして隠そうと必死になってたで、えー、政府、えー、通信本部 GCHQ とは、えー、とブレッチリーパークにあった組織に付けられた戦後の名称であるがこの GCHQ は何よりもまず厳しい、えー、機密保持を要求した通信情報もしくは資源と,として知られる、えー、敵の暗号解読は GCHQ によれば えー、末永く最もひとされてきた将来の敵に対して使用するためにシリントの秘密は注意深く守らなければならなかったというのもその将来の敵が1945年にはすでに姿を現してったからであるこれはソビエットのことですよね、えー、ドイツが終戦を受諾するかどうかという潜在的な問題もあった GCHQ によれば連合国側が暗号を解読していたことが知られると ドイツはそれを完全に負けたわけではないという言い訳に用いる可能性があった。暗号も暗号を抜かれたから負けたんだよとそういうことを言い出す可能性があったとこういうことなんだね。1918年以降ドイツでルフしていた裏切りによる敗北っていう危険であるが魅力的な神話がまた生まれるかもしれなかったのであると。で1945年ロンドンの通信情報委員会は。 歴史と歴史家をどのようにして扱うのかという問題に関して特別委員会を開催した彼らが英国政府の標準的な解決策となるものを最初に提示したのであると単に機密を守るだけでは不十分で積極的な情報管理がおそらく必要とされた対象はすぐにも詳細な権威のある戦争の物語を求めるだろうよって何か実質的な対策が講じられる必要がある第一に生死編纂化をリクルートし ね、だからあの国がねちゃんと歴史を編集する人間を決めるんですねこれこうあ,んたがあんたが作ったのも正しい歴史としますからねそうするんですねもう正史編纂ん家をリクルートしウルトラの話を吹き込んで著作の中でそれを裏切らないように命令せねばならなかったうウルトラの話はしないでねこういうことなんですね。 第二次さらに、えー、彼らの研究をチェックし高官たちの防備、えー、とメモアールですね防備力を殺菌するための組織を、えー、創設せねばならなかっただから高官たちがねいろいろこう手記とかを書いてるわけですよそれを全部ね、えー、削っていかなきゃいけないそういう組織も作らねばならなかったここういういとなんですね MI5 長官デビッド・ペトリーは知りすぎている連合国側の人間を男女に関わり,関わりなく緑流していた。 この中にはスペイン人やスウェーデン人も含まれ彼らはヨーロッパでの戦争が終結した後も抑留され外部との通信も遮断されていたこれは MI5 がドイツの情報機関であったアップベアを英国の欺瞞工作の道具として連合国側が操作していたという秘密を隠す,隠すために時間稼ぎをするためであった欺瞞工作の詳細の記録は熟練した欺瞞工作立案家のロジャー・ヘスキスによって記,記されたが それは将来の非常事態に関しても戦略的欺瞞工作という技術を残す任務を負った人たちによる内部参照向けであった欺瞞工作と MI5 によるドイツ人エージェントの転向は1972年ににななるまでは公に言及されなかった。だから本当とね20年か25年ぐらいですかそうなるまでは全然こう大に出なかったとこういうことなんですよね。 1945年7月末までに英国情報部の指導者たちは徐々に歴史問題の複雑さに困難を覚えつつあった彼らは眼前にある計画の規模を認識し始めたのであるともし重要な秘密の手段が守られ厄介事が回避されるためには膨大な過去が管理されねばならなかった過去の欺瞞工作やそれ自身にも匹敵するほどの整った計画が必要とされた だから疑問工作そのものに匹敵するぐらいの,、えー、その隠,す隠す工作ですよねそれはもう必要になった問題は、えー、合同情報委員会 JIC に付託され,、えー、付託された1945年7月31日に JIC は歴史家による特殊情報の利用という問題を考察したそして参謀本部にこれらの事柄は絶対に公開されてはいならないと警告した。 しかしこの問題をたとえ数年であっても封印することはほとんど不可能であると思われたすでに、えー、政府通信本部 GCHQ ですね GCHQ がすでに理解していたように情報主化がドイツとイギリスの公文書を比較すれば英国が敵の暗号を解読していたのではないかという疑念を持つだろうからであっただからドイツ側の、ねえー、っと資料とイギリス側の資料とかを見ればイギリス側これ内容知ってたやろうと。 推測ができるとこういうことなんですよねえー、っと歴史家たちに気づかれる恐れがあったのは数十国側に対する連合国側の対応の速さだったロンドンとワシントンは大部分の戦略として作戦を多くの情報に依存していたがそれらの情報はエージェントや他の手段による情報から手に入れることができないものだったそれら特殊情報よりも遅く届いたからだと だからもう,もうリアルタイムでねそうドイツの動きが全部入るわけですよねそういうことがあったわけですよ。歴史家に真実を教えその真実を偽装するために当局と共同するように一緒に働くように依頼するように他の手段はなかったウルトラや欺瞞工作に関わった何万もの人々の人間も、えー、機密遵守の、えー、規則に拘束されることになった退役した大臣将軍 外交からも彼らの海賊路からそれらの技術を削除せねばならなかった。その一方で、え、政治編纂計画がシギントと偽貿易の痕跡を消すことを目的とした第二次大戦の最後の偽貿易となった。これらの対策はすぐにアメリカとの調整が行われた。だからどういったんでしょうかね。戦争が終わってもね、その戦争であった偽貿易を隠すためにそれと同じくらいのえー、えー、こういんいん陰謀陰,陰謀というのか。 えっと隠,す隠す工作が行われたとこういうことなんですよだからいつまでたってもねあの戦争のイメージっいうのが全然分かんないんですよねあのだから NHK のねあの戦争ものありますよねあれなんか見てても出てこないですよねこういう話はねだから日本人をこうね情報しインテリジェンス一人分からないと第二次世界大戦は何だったんだっていうことは分かってこないんだよとそういうことでもあるんですよね1946年3月 戦時の欺瞞工作の中心であったロンドン・コントロールディング・セクションロンドン管理課と僕は訳してますけどロンドン管理課のウィン・ゲート大佐は欺瞞工作に対する関する言及を回避するためにアイゼンハワーの「D ・ Day」びに1944年のヨーロッパ侵攻作戦に関する最終レポートを書き直すことに関して合意したと。ロンドンは欺瞞工作が諸侯で現れていることに気づき愕然とした。 そこで参謀本部には高官クラスの代表にこれ以上馬鹿げたことを広めるのを停止させるように求められた、えー、とロンドン管理課はアイゼンハワーの側近のハリー・ブッチャーの回想録にも手を加えねばならなかったその回想録には、えー、1946年にアイゼンハワーの3年間「My Three Years with アイゼンハワー」として1946年に出版され だが、欺瞞工作は戦術レベルの重要度の低い問題であったことを暗示するようにトーンダウンした内容に書き換えられ、その一方で戦略欺瞞に関する記述が全て取り除かれた後のことだった。だから戦略欺瞞っていうのはね、えー、ストラテジックディセプションっていうんですか？それを徹底的にね。その過去のねえー、式からね。全部省かれていったとそういうのがあるんですね。 でロンドンド管理下とその行進は1950年代から1960年代にかけて、えー、新聞にに対しししててそののの活動を公の場で言及しないいように制限していた英国情報部の首脳たちは悲観的だったいやどうせいずれバレるよ、えー、そう思ってたんですよね。というのも彼らはこの洗練された計画が、えー、機密の維持に長期にわたって役に立つとは信じていなかったからだった。 例えばロンメル将軍の西部砂漠における動きとそれに対するモントバメリー将軍と、えー、英国第8軍の動きを丹念に言えば秘密が漏れるつまり数字国側の暗号が解読されていたこと,ということは容易に見抜かれたしかし、えー、合同情報委員会のは積極的な情報操作の力を侮っていた正史とチャーチルなどの手による権威ある改装楽それに歴史が 歴史はある,ある世代全体の概念的な水準を制限していたのだ。封印が解かれたのは1972年のことだった。だから1972年になるまで新作バレなかったんですよね。J.C. マスターマンがダブルクロスシステムという回想録を出版したのであると。マスターマンはオックスフォード大学の学館で、えー、戦時の疑問工作を監督する委員会を運営していた。 彼が機密を部分的に解除できるようにホワイトホールをなんとか説得できたのは一部には当時のホワイトホールの多くの住人たちとりわけ当時の外務大臣であったアレック・ダグラス法務卿はオックスフォードでの彼の教え子だった <laughs> 教え子だったからお前ちょっとこれ公開できるようにしてくれんかそう言ったんでしょうね。ねこの回想録のののの録出版をを許可するという決定はは多く,の情,報機関多くの情報関係者からの抵抗を受けたその中には 長期にわたって MI5 の長官を務め当時の SIS の長官であったディック・ホワイト卿も含まれたしかし、えー、っと政府内の他の者たちはキム・フィルビーのような人物によって損なわれた情報機関の名声を強力に回復させるために、えー、必要な手段だと考えていたキム・フィルビーというね外交官がいてロシアにどう亡命してたんですよねでどうもこいつがどうも情報を、えー、ロシアが渡してたようだと。 だからこうイギリスの情報機関のなんですか <coughs> イギリスの情報機関の評判というのはすごく落ちてたんですよねだから実はここまでやってたんだよっていうことをねちゃんとこう <coughs> なんか、えーね、イギリス国民に対してちゃんと弁解するために成功した事例をちゃんと公開しなきゃいけなかっただから公開できたんだそういう側面があるんですね、えー、ダブルクロフの監視登録の姿にフレデリック・ウィンター・オザムの「えー、のウルトラ・シークレット」が続いたと。 結局歴史家これらの秘密を検知することはできずその,その代わりに実践者にによっって知らされることになったのであるとまあ今日はここまでしてみましょうか、まあ、こんな感じでねなかなかね戦争の実態というのは分かってない多分日本でも同様なんじゃないでしょうかねいやさすがにねこのウルトラの話とか知ってますよみんなねある程度知ってる人は知ってますでも実際どの程度までやってなんかどの程度こうなんですか隠す拘束を行う戦後の話ですよね 戦後、どの程度こういうか、戦略的欺瞞というのを隠そうとしてたのか。それがね、日本人にはなかなかわからない。だからね、あのー、最近ね、すごくあの、ちょっとね、えー、見てて、ちょっと個人的な話をするとね、初めてね、あの忍者の話をよくやってるんですよ、ね、最近ね。アメリカのネットフリックスとかね。ああ、見て者もね、そう、うーんと思うんですよ。 日本でもね日本でもやっぱ忍者もんとかやるんですけどねなんかインテリジェンスという点考えたらすごくね質が低いというかちょっとこれは違うよねっていうのがすごく多いんですよね。ですからあの何ですかこういう本当にね大枠に関わるような話そういう話はね全然こう知らないですごく薄っぺらい話になってしまってるんですよね。でやっぱりこう忍者というとねやっぱ忍者がどういうことを考えどう行動してたのかっていう記録がまずないわけですよねですかかからなかなかね。 推測で書いてるだけなんで、なんかこれでええんかいなっていう気がすごくしてるんですよ。で、それはね、同じことはね、日本中野学校に関してはいます。中野学校はすごかったよっていうのはよくわかるんですよ。すごい成果を上げましたからね。でもやっぱりその一方で、こうイギリスのこういう話も知ってるとどうだったのかなと、そうも思うわけですよね。やっぱりこうちゃんとこうトータルに見ないとね、やっぱりダメやろうと。 学校のどこがダメだったのかとかねそういう観点も多分あってもいいと思うんですけどなかなかね何をやってたってことすらわからないっていうまあそれはかなり明らかになったこともありますけどねでもやっぱりこう本当にもうちょっと奥に行ってちょっと考えていなきゃいけないこともいっぱいあるんじゃないのかなとそういう具合にこう思います。 だからね、すごくねそういうこう,こうアニメとかに出てくるのがねすごく不満なんですよ何を言いたいかというともっとしっかりこういうことが勉強せんかいというねそういうことなんですけどまあそこまで言っても無理でしょうな、まあこ,うまあ、こうね出版されたから20年間全然誰も知らない話です今回はね。 まあだからこういう話をちょっと有料化しようかなとこう思ってます。だから,だからつまらんぞというんだったら正直コメントにつまらんぞーと書いていただければ結構ですんで、まあ、正直な感想をちょっと伺えればなと思ってテスト的にねえちょっと今回はこういうのをしてみました。まああともうちょっと続くんですけどねそれはまた有料化されたところで、えー、ちょっと続けてやろうかなとこう思ってます。まあ今日はこのぐらいでよろしかったらいいねボトチャンネル登録もぜひお願いします。そしてあサンクスねサンクスが多かったらもっとやるかもしれません。<laughs> <laughs> まあ、それは冗談ですけど、まあできればよろしくお願いします。じゃ、失礼します。